カーヘンジカーヘンジとは、アメリカ合衆国中部のネブラスカ州北西端部のボックスビュート軍の軍庁所在地であるアライアンスの町の近くに作られたストーンヘンジを模倣して作られた人工構造物である。しかし、これは石材でできているわけではなく、古い自動車、つまりゴミでできている。挙句の果てに2011年に以来カーヘンジは売りに出されている。カーェンジは、 今日の荒れ果てた状態のストーンヘンジをモデルとして作られた38台のアメリカ合衆国製の古い自動車を全面灰色のペンキで塗装し直したものを材料として使用しているなお一部1970年代製の自動車も含まれているものの大部分は1950年代から1960年代の自動車が使用されているこれらを ストーンヘンジの石材の配置に近くなるように、ある車は地面に立てられ、またある車は他の車の上に乗せられる形で、直径約29メートルの円形に並べられている。これらのうち、地面に立てられている車は、地面に深さ約150センチメートルの穴を掘って、トランクのある側を下にして埋めることで固定している。一方、他の車の上に乗せてある車は、 溶接することで固定してある。ちなみに、ストーンヘンジのヒールストーンの代わりとして置かれているのは、1962年製のキャデラックを灰色に塗ったものである。カーヘンジには、3台の燃やされた自動車が存在している。その自動車の墓標には、ここに3体の外車どもの残骸がある。奴らは、デトロイトを眠りにつかせるべくやってきた。しかし、今デトロイトは目覚めている。 アメリカ合衆国は素晴らしい。という意味のことが書かれている。だが、この墓標の記述とは裏腹に、デトロイトの現状は失業者が多く、治安も悪いままである。カーヘンジは、ジム・レインダースが1987年に、彼の父への追悼として立案したものである。ジム・レインダースは、かつて、イングランドに住んでいた時に、ストーンヘンジの構造を学んでいた。 このことがカーヘンジの作成にあたり、ストーンヘンジの構造や形状や大きさを再現するのに役立った。カーヘンジが完成すると、ここには観光客も訪れるようになった。また、1995年公開のオマハという映画作品にも登場した。さらに、2005年にはカーヘンジ、ジーニアス・オア・ジャンクというカーヘンジそのものに着目した。 映像作品も制作された。そんな中、2011年にカーヘンジは30万ドルで売りに出された。なお、これは未来のことだが、この日、カーヘンジでは日食が観測できると見られている。以下に多数の写真がアップロードされているので、興味のある方はリンクを踏んでください。ABC カーヘンジハット ABC ネブラスカ、カーヘンジハーレプリカオブストーンヘンジ。 アップフォーセール、ハットアメリカアンハンジェド、ハットオマハハット、カーヘンチ、ジーニアスオアジャンク。ありがとうございます。